こういうのなんですけどいかがですかみたいな。はい、ポテト揚げ配信です。そう、今日さ、ちょっと分からんけどさ、なんか急にさ、首から肩にかけて、背中にかけてかな、なんかめっちゃ痛くてさ、そう、めっちゃ痛いの。どうしたらいいかな、痛すぎる。こんばんは。うん、途中で膝も痛くなったしね、ほんとやだわ。今日はね、忙しかったです。忙しかったです。はい、もうね、やばかったね。ゲストありがとうございます。はい、イベント最終日になります。皆様ご協力をお願いいたします。はい、少しでもね、順位上げて終わりたいので。ゲストありがとう。ギフトがね、今11位なんですよね。はい、結構まだ接戦なので、はい、ご協力いただけると嬉しいです。うん、まあちょっとね、周りの人も配信はしているので協力お願いいたします。今日はね、平野お疲れです。うん、まあね、いろいろあって疲れも、お疲れです。皆様もお疲れ様でした。お仕事あった人、うん、まあ忙しかったっていうのもあるけど、なんか疲れたんだよね、今日。あれだね、だからブルーな気持ちってやつですね。ブルーな気持ち。うん、ってやつですね。こんばんは。うん、ゲストありがとうございます。弱めじゃないよ。なんか池の水がなんかジャーって滝みたいに流れてただけ。うん、ゲストありがとうございます。皆様ぜひイベントご協力をお願いいたします。そうそうそう、いつもの揚げ物、揚げ物。うん、今日はね、どっちもぼちぼち、うん、忙しかった。いや、夜はごっつ忙しかったんやけど、そう、お昼もね、まあぼちぼち、まあなんかそんな飲食店じゃないからさ、なんかどこまでお忙しいって言ったらいいのか分からんけど、うん、でもいつもよりはもう全然人が、うん、場所に関しては何も言わないで。そしてありがとうございます。うん、何も言わないでください、静かに。ごめん、言えないからね。うん、人も多いよ、すごく、めちゃめちゃ多い。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。いいんだよ、いいんだよ、謝らなくていいんだよ、そういうこともあるさ。私がね、いろんなところから配信してるのが悪い。外でさ、いろんなところで配信始めるのが悪い。だから気にしないで。こんばんは。天気ね、いいですよ。うん、今も全然雨降ってないし、晴れだした、ほとんど。まあ、建物の中にいたのでね、ずっと。あれなんですけど、まあ、朝も晴れてたし。うん、お天気は最高だったと思う。
お客さんともね話してたんだけど、昨日は雨だったけど今日晴れてよかったよっていう話しててさ、寒そう。まあ上着着てるし、まあ大丈夫だよ。こんばんは。最終日でね、結構みんな追い上げがすごいので、ご協力していただけると嬉しいです。お願いいたします。雷鳴ったかと思った。なってないよ。なんか人の声とか聞こえてない。大丈夫と。いや、まあなんか、少しね、近くに大きい声でお話ししている方がいて、入ってる、大丈夫そう？見せてありがとうございます。楽しそうだね、なんか青春だよ。そんな気にならない？ならよかった。青春してるよ。なんか何話してるとかまでは聞こえない？それならまあ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 、あんまりね、やっぱり人の声入るの良くないと思うんで、こんばんは。近くに人が座りそう。もうなんで？あ、そうでもなかった。こんばんは。リフトありがとうございます。今日はね、配信終わったら早めに配信、あ、違う、間違った、イベント終わったら早めに配信終わりますね。ごめんね。ちょっと昨日ね、睡眠時間が短かったので、今日は早めに帰って寝ます。頭がね、働かなくなっちゃって、リフトありがとう。皆様ぜひイベントご協力をお願いいたします。ハロウィンのね、イベント最終日です。でね、皆様追い上げがすごいと思うので、みんなもね、今日は早く寝てね、早くから遅くまで大変だったよね。ありがとう。いやでもね、違うんですよ。いつもくらいの睡眠時間なら大丈夫なんですけど、ちょっと昨日ね、いろいろやってたらね、すっごい遅くなっちゃって、それで朝風呂の時間も取っててってやったら、そう、いつもより極端に短くてダメだったっていうだけなんで、全然気にしないで。ギフトありがとうございます。
ありがとうございます。風邪ひかないようにありがとう。気をつけるよ。今ね、ギフトランキング11位ですね。10位以内に入りたい。ご協力をお願いいたします。もうさ、聞いてくれる？迷惑メールがすごいんだけど、アマゾンからの。何回もめっちゃブロックしてんだけどさ、めっちゃ来るんだよね。なんなんやろね、これは。本当に、こんばんは。そう、アマゾンから。ギフトありがとうございます。本当にね、スタからもよく来る。マジ、いや、でしょうね。アマゾンからのメールじゃないよ。絶対迷惑メールだよ。分かってるよ。当たり前じゃないか。そう、本当のアマゾンだなんて思ってないさ。マジブロックしてもめっちゃ来るの。本当にやめてほしい。そうそう、そういうこと、そういうこと。困っちゃった、本当に。なんだろうね。まあでも引っかかっちゃう人もいるからね、そういうの。みんな引っかかっちゃダメだよ。開いちゃダメなんだよ、そういうの。できた、ありがとうございます。結構ね、ちゃんと対策っていうか、なんか設定してあるはずなんだけどね。そう、なんかダメなんだよね。ありがとうございます。あ、残りね30分ですね。本日皆様イベントご協力お願いいたします。寒いね。もう一枚上着着てくればよかったよ、私。寒いわ。いや、分かってるよ。迷惑メールもね、分かってるよ、対策なんて。
ね、冬が近いね、本当に。うん、ダメだよ、怪しいからね。ちゃんと公式アカウントからかなっていうのを確認してくださいね。そう、公式マークついてなかったらダメだよ。私、DM 送ることないんですけど、うん、開いただけでダメってわけではないと思うけど、メール来たの？いつも来るよ。風邪ひいちゃったの？体調気をつけてね。暖かくして過ごしてね。ありがとうございます。池の葉っぱが少なくなった、枯れてる。ゲストありがとうございます。皆様ぜひイベントご協力をお願いいたします。寒いな。カーディガン下に1枚着てくるんだった。今日ね、なんかレザーのジャケットなんだよ。トレーナーにレザーのジャケットに、だけで出ちゃったんで。ねえ、カーディガン着るべきだったな。カーディガンあったかいんだよ、カーディガンってかっこいいでしょ。お気に入りなの、レザーのジャケット。私ね、レザー好きなんだ、素材。何でも結構。昔からね、レザーのスカートとか、もうめちゃめちゃ好きですね。ありがとう。あったかい飲み物飲みます。そして建物の中に一旦避難します。建物の中にやっぱり人もいるし、あんまりね、公共の場、思い言っちゃ、まあなんかね、あれなんですけど、
うん、まあなんかなのであんまり、うん、ちょっと、はあ、ギフトありがとうございます。皆様イベントご協力お願いいたします。ギフトありがとう。お菓子、ありがとうございます。冬だね本当に。うーん、冬だ。今日はね、なんかあったかな。なんもなかったんだけど、なんかもう今日はちょっと心がモヤモヤしている日。なんかわかんないけど、別にこれが原因っていうのないけど、なんかモヤモヤして、ブルーな気持ちってさっき言ってたけど、そう、ブルーな気持ち。原因はないんだって。まあ、厳密に言うとね、まあ全くないわけではないけど、でもそういう日もあるんさ。私なんてね、情緒不安定な人間だから。あるある。ゲストありがとうございます。甘いもの食べたい。明日からダイエットするとか言ってたのに、今日全然ご飯食べてない。そう、あ、なんか別に意図的に食べなかったとかではなく、もうなんか休憩時間ずっと寝てたし、そう、なんかもうお腹より、なんかもう、なんかなんて言うんだろう胸がいっぱいなんで胸がいっぱいそう、なんだろうね、なんか、ご飯食べようってならなかった。そう、でも今お腹空いた。帰ってね、まかない食べるよ。ギフトありがとうございます。ランタン、ジャックオランタン、ありがとうございます。ギフトありがとうございます。今日中に早くなると気持ちもちょっと落ちてくるよね。そうなんだよ、なんか、なんだろう、なんて言うんだろうね、何かね、わかる。ギフトありがとうございます。今回以上ありがとうございます。こちらこそね、ありがとう、本当にありがとうございます。今日でね、最終日になるんですけど、はい、ありがとう。嬉しいです、皆さんがたくさんご協力してくれて。なんかお話のネタないかな。ギフトありがとうございます。今もちろん日がのせいじゃない、私のせいだったら困るわ、日が短くなるの私のせいとか。どうしたらええねんってなるからね。ありがとうございます。そう、でもなんかご褒美買いたくても、やっぱり私はね、いろいろ気にしているから、そう、それもあってね、なんかそっちにはあんまり走りたくないんだよね、食にたまに走るんですけど。そう、だからなんか他の発散方法見つけたいんだけどね、なかなか。おかえり、楽しんできたかい。意味なくは違って、毎日同じことの繰り返したもん。
うん、まあなんか嫌いではないんだけど、そう、別に私が選んだことだし、嫌いなわけではないんだけど、嫌で、いやいややってるとかではないけど、もちろん楽しんでもいるし、でもやっぱりアイドルって楽しかったよなと思うし、仕事してると言われますよ、なんかまたやらないのって。そう、でも私は、うん、やるとはならなくて、まあ今という方もこの先もあれだね、なんかやりたいけどやらないかな、かな、本当の気持ちとして。そうだから多分自分で選んだことだから、それはひかちゃんの全員可愛かったあら私一番ありがとうギフトありがとうございます。またかんだな、うん、ありがとうね。ゲストありがとうございます。ずっと言わなかったけど、ずっと思って明日やるかなって。あ、でも今でもありがたいことになんかやってほしいって言ってくださる方はいますよ。うん、私もだから実際好きなことではありますから、私がやりたいと思って始めたことだし、ずっとね夢だったから。そう、ただ私には今その勇気がない。うん、まあランキングですか、ちょっと待ってね。ブロックはね1位なんですよ。ギフトが今11位で、待って、総合が27です。27まで上がりました、ありがとうございます。なるべくね、うん、順位上げていきたいのでご協力お願いいたします。ギフトのねランキングも、お、9位になった、ありがとう。本当だ、はい、まだまだあの上げれるところまで上げれたら嬉しいのでご協力お願いいたします。うん、そう、まあ、こういう話をするとちょっとあの暗くはなっちゃうんですけど、はい、あ、でもねすごく皆さんがやってほしいなって言ってくるのはね、私的には嬉しいですね。やってみたいよ。そう、ただ私はね今はやらないです。まあ、この先気持ちが変わってやろうかなと思ったらやるかもしれない。うん、ギフトありがとうございます。ただ今はやらないです。でも、そう、ショールームは今のところやめるつもりもないし、はい、皆さんとね、やっぱりなんかその AKB をやめたからといって皆さんとの縁を、せっかくのねご縁を切りたくはないので。はい、ショールームはねなるべく続けられるところまで続けていきたいとは思っているんで、はい、まあ、なんか気ままな、あの気ままな情緒不安定な女でありますので、まあ、たまに1ヶ月2ヶ月やらないっていうこともあるかもしれないんですけど、はい、今のところ完全にやめるっていうのは全く考えていないので、はい、これからもねぜひあの見に来ていただけたら嬉しいですね。私としましてはリフトありがとうございます。こんな感じ、平野は。こんばんは。残り19分ですね。皆様最後までよろしくお願いいたします。こんばんは。こちらこそいつもありがとうね、見に来てくれて。うん。いや、みんながね、見に来てくれなかったら私やってないですから、本当に。みんな。皆さんがね来てくれるからこそですよ。みんなが来てくれるから、うん、私もじゃあ配信やろうかな、やりたいなって思うし、
大学二世代ちょっと不安定な人だから、え、まあまあ言われる、マミーも言うよ。そう、若い頃はね、そんなもんだよ。そう、でも、いや、分かるの、すごく気持ちとしては分かるの。だからこれを乗り越えたらね、なんかつぶとくなるんだよ、全然大丈夫って言うんだけど、でもさ、若い頃、その今がしんどい時ってさ、なんかやっぱりね、この先のことなんてその難しくてじゃない、うん、やっぱり今苦しいから、そう、抜け出したいことがあって、そう、難しいよね。あ、それどころではないんですか20代、うん、そう、だから難しいよね。もちろんなんかそう、そう過ぎたらね、もしかしたらそうなるかもしれないっていうのはわかる。でもそうなるっていう確証もないし、なんだろう、今本当にしんどいのに今我慢すればって言われても、いや、今しんどいんだよってならん私だから言ったことあるんですよ、マミー、そう、マミーに、そう、マミーは、まあ、やっぱりマミーもそういう経験をしてきたし、でも今すっごいなんかポジティブというか楽観的というか、そう、なんかすっごい明るいんですよ。そうそうそう、だからまあやっぱりマミーの経験談として、若い頃はやっぱりみんなそうだし、もうちょっとね、年齢上がっていくとね、またこのマミーみたいになるよとは言われるの。そうそうそう、でも私はいつもそれを言うマミーに言うの、今がしんどいの、そう、その若い頃の今がしんどいから、そう、苦しんでんでんでってそう、どうしたらいいかわからなくて悲しくなれんで、そう話をする。なんかこればっかりは本当なんか難しいと思う。マミーの言ってることも間違いじゃないと思うし、そう、なんか結局ね、なんか一つずつ乗り越えていくしかないんだなって感じ。頑張らんとね。っていう、まあちょっとね、ちょっとっていうか結構真面目な、そう、真面目な話。いや、もちろん分かってるの、そう、親が分かってるっていうのも分かってる、経験をしてきたっていうのも分かってる。でもそれを今、なんかこれ聞くとなんか悲しみそうマミそう、分かって言ってくれてるのはすごく分かってる、でもそれでもやっぱりなんか私たちはなんだろう、まだそこに行くことができないから、ずっとね、まだこれから続いていく。いや、まあなんかね、どこまでが大若いっていうのかもわからんし、だけどこれから続いていく、まだ続いていく人生だからこそ、なんだかな、苦しくて、うん、なんかいつまでねっていう、そう、難しいんです。だから正直これに関してはもう誰が悪いとかではなく、そう、そういう時期だっていうのも分かってるけど、でも今しんどいっていうのも、そう、私の中にはあるし、そうで、まあそうね、若いじゃ、若い世代が、そう、若い時はそうだよ、そうで、若いって言われる時で、あの、私のね、年齢的に若いって言われるのはまだまだ続くんです。じゃあそれをあと何年耐えたらいいのってなっちゃうじゃん。そう、あー、ダメだ、もうダメだ、この話やめようマジでダメだよこの話、暗くなっちゃう、ほんと、あの、超真面目な話になっちゃうからやめとこう、うん、楽しく明るくいこうやめとこやめとこう、うん。
感じです、はい。まあ、多分だからマミーにもこういう話はしたことあるし、マミーも分かってると思う、私の気持ちを。そこはね、ギフトありがとうございます。ごめんね、ほんとマジでごめん、今日ブルーだからさ、どうしても自分の気持ちをね話したくなっちゃうごめんなさい、うん、そうブルーなんだ、ちょっとごめんね、ありがとう、話聞いてくれてみんな、ごめんごめん、本当にごめん。 よくない癖ですね、私のブルーになるとこういう話をし始めてしまうっていう、ごめんなさい。でも別に本当にこれは別にマジで誰が悪いとかではないからね。そう、それぞれの思いがあるよ。そう、それぞれの経験と思いがあって、そうだから、まあ意見がちょっとぶつかるでっていう、そうぶつかるんやでっていう話やから、そうそう、あんまり気にせず。こんばんは。はい、イベントで残り10分かな。ありがとう、みんな聞いてくれて優しいねはい、皆様ね、ぜひイベントご協力お願いいたします。もうちょっとでね終わるんですけど、ギフトランキングと総合ともう少し上げていけたら嬉しいので、はい、8位の人との差がね6000くらいなんですよはい、ちょっと上げていけたら嬉しいのでご協力をお願いいたします。うーん、お腹すいたね本当に。まあちょっともらったんだけどね、そう営業終わってからお腹すいたよね。そうみんなね、せかせかとバタバタとお仕事してたんで。ギフトありがとうございます。ブーケ聞いて泣いちゃった。あーいいね、生で聞きたい、絶対泣く自信あるわいいよねあの歌ね。欲しい時間が戻って、あの日の私に会えたんだ、そっと抱きしめてあげよう、自分を好きになれなくて、期待通りできなくて、涙で潤んだ世界で、あなたを好きになれた、笑顔は作れなくても、 You'll be fine、 心が笑えるようになろう、このままでいいの、私のままでいいの、だから無理はしないよ、ダメな自分も好きになれる日まで、泣いたばかりの日々なら優しい心が育って、誰かを救えるはず、そっと震える足、え、なんだっけ、歌詞忘れちゃった、ごめん。きっと信じる、好き、大丈夫、未来へ届けるから、つまずきたい石を並べて、磨こう光よ、輝く、必死になるよ。ギフトありがとうございます。爆食いしたいよね、私もしたい。でも3日間しすぎたからダメなんだよ、さすがにこれ以上やるとマジでダメと思って、うん、なんか別に、まあ、したいけど、なんかじゃあしなもう我慢できんくらいしなきゃいけんかって言われたらそうでもないんで、我慢します。そう、我慢できんわけじゃない、全然、うん、まあいける、もう寝るだけ、今日はあと風呂入って寝るだけ。今日はね、多分お布団入ったらすぐ寝るから。私はギフトありがとうございます。あと5分ですね。
皆様最後までご協力お願いいたします。ギフトランキングの反映ってちょっと遅いからドキドキだよね。なんでもないよ。手がさ冷たいさ。そして近くに人がいるさ。やだね。やだね。恥ずかしいね。寒いの。手冷たい。してきたつもりだったんだけど足りんかった。リフトありがとうございます。無言じゃダメだよ。配信切られちゃう。ありがとう。今日はね、ごめんね、イベント終わったらちょっと早めに配信終わりますね。うん、ごめんね。リフトありがとうございます。ありがとう。ごめんね。行った。行きました。いや、まあなんか電話してる風に見えてると思う。全然いいじゃん、みんなと電話してるみたいでね。ありがとうございます。うん、間違ってないでしょね。よくない？ほら、私と1対1でさ通話してるみたいにさ感じて、妄想してキュンキュンしない？リフトありがとうございます。どうかな、最後なんかみんながどのくらいスパートかけてるのかがわかんないね。今回かなんか、うん、かけてるのかもわかんない。なんかこんだけ人数いるからさ。リフトありがとうございます。こんばんは。うん、ギフトランキング8位に上がれたらいいな。配信してるんだけどね、あの相手の相手っていうのはあれだな、あの8位の方も。ギフトありがとうございます。ギフトありがとうございます。現在の10位が心配。あ、追い上げてきてる？追い上げてる？あ、ギフトランキングかな。
間違えた、ちゃう、これちゃう。終わった？終わったね。あっという間だった。あっという間だ。いつの間にか終わってたよ。ギフトありがとうございます。はい、そしたらね、皆様イベントありがとうございました。今日はね、ちょっと少しお話しして配信終わりますね。はい、ということでね、今回のイベントはまあとにかく人数が多いっていうのと、まあ私のねちょっと旅行と重なりまして、いろいろバタバタっとできたりできなかったり、ラジオだったりっていうことが多かった、はい、配信ではあったんですけれど、皆様最後まで本当に一緒に走り抜けてくれてありがとうございましたね。なんか皆さんが少しでも楽しんでいただけてたら、お話とかね嬉しいなと思います。まあ、いつもねなんかネタがないって言って申し訳ないんですけれど、同じ日常を送っているもので私うん、それでもねいつもやって配信見に行って、たくさんコメントくれたり歌聞いてくれたりしてね、ありがとうね本当に。今は、はい、本当に1週間ありがとうございました。今日はねもう早く寝てくださいね。早く寝てゆっくり体休めてください。きっとね睡眠不足だと思うからね、皆さんも1週間お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、そしたらね、ギフトありがとうございます。ランキングいこうかな。13位ひでくん、32位たかたか、31位ところてん、3位さくらのお友達さん、木ゆうごうさん、8位かいさん、7位かぼちゃん、6位ななたさん、5位さぶろうさん、4位さるきちさん、3位けんいちさん、2位アイスカフェさん、1位ゆうたさんです。ありがとうございます。見ていきます。マングースさん、ゆうたさん、けんいちさん、とことこさん、ななたさん、ダブル流星さん、ななたさん、ひでくんさん、かいさん、ゆうたさん、けんいちさん、とめさん、さくらのお友達さん、さるちさん、かぼちゃん、うめっちさん、ゆうこさん、サブローさん、ムンムさん、白身フライさん、ナナタさん、ソソさん、アイスカフェさん、ユーゴーさん、カボちゃん、ちょっと待ってね。ところてんさん、虹色の空さん、ダブル流星さんです。はい、ありがとうございます。呼ばれてない方はね決定でお願いいたします。はい、ということでね、皆様本日も見に来てくださってありがとうございます。そして本当にイベント1週間ご協力いただきありがとうございます。はい、皆さんもね本当に風邪ひかないようにね、しっかり体休めてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。本当に1週間ありがとうございました。またね、おやすみ、ゆっくり寝るんだよ。はい、気をつけて帰ります。ありがとう、またね、バーイ。ありがとう、いい夢を。こちらこそ、私が出てきますように。おやすみなさい。またね。